で、これはまああのブルースなんですけど、変則24小節のブルースって12小節なんですね。変則24小節のブルースで、でしかもなんかアメリカ南部とかかんとかそういうんじゃなくて、江戸時代の江戸のなんかこう郊外、お地蔵様が立っているような人のなんかこうまばらな郊外みたいな、そういうシチュエーション、あの55歳でライブ始めたんですけど、最初の頃はもうこれだけのお客様いると上がっちゃってハモニカ逆につけてピーだったりそういう苦労を随分しました。最近はまあ少し落ち着いたけど今も上がってますけど、ほんとね、途中までいい感じできてハープソロピーってなったね。とんでもないですね。自分も虚しいし、お客さんには悪いし。なんとまあ面白い顔した。お地蔵様ではないかいな。200年もの昔から赤いよだれかけかけて、いつも添えられてる新しい花は一体誰のプレゼントかね。石の髪を結い、親しばらくと旦那に声をかける。そんなお江戸の昔からずっとここにこうして立ってるの。粋な私と小町娘に、きっと目を忍んだいびきの待ち合わせの場所に使われ、そ知らぬ顔して立ってはいても、よく言っても身ぐるみ離れちゃうよ。